はい、どうも、マッシュです。今回はですね、キングダム7フラやっていきたいと思います。ちょっと音声入ってるかちょっとわかんないですけれども、ちょっと撮影の方法をちょっと変えてやっていきたいと思います。ちょっとね、初めてなんで、このやり方が。まあ、正しいかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、早速ですね、衛星を使ったデッキで衛星、境界、今日で、陽丹和と、これは馬上ですね。この答えでやっていきたいと思います。この衛星ちょっと強すぎるんですよ。ちょっと見てたらわかると思うんですけど、この HP の欄見ると、被害無効が3回つくんですよね。で、ここまた面白いのが、今ちょっと3発食らって今日がちょっとダメージ与えられよう、ちょっと間に合うかわからないですけど、これがですね、また、すごくて、一定時間超えると、また、付与されるんですよ。これ最強くないですか？ちょっと。まあ、これをちょっとね、皆さんに見せたくてこの動画撮ったんですけど、この衛星はちょっと異常ですね。はい。ただそれだけなんですけどね。まあちょっとね、これはえぐいっしょ。で、ね、モンストとかパズドラみたいにこうなんか誰々を倒しに行くとかっていうのもできないんで、まあね、その強敵と戦えないっていうか、こうもうただ遊ぶだけなんで。でもそれがまた面白いですよね。で、まあ本当はね、王翦とか使いたいですけど、使ってみますか、王翦。じゃあ、この、陽丹和のとこ王翦にしてみますか。敵が弱いけんですね、すぐ終わるんですよ。出陣、参る。いや、これ強すぎでしょ、実際。本当にアニメであったら。あ、まあでもそうでもないか。実際最後のね、超行くとき。まあこんなメンツですかね。実際、まあエースはいないですけど。で、このキャラクターのとこ長押しすると、こう近寄るんですよ。おお。いけ、おせん。おお、教会。みんな行くやん。うお、強い強い強い。これみんな7秒とか8秒とかこうクリアするんですよ。まあ、僕早くてもやっぱ11秒がかかっちゃいますね。まあ僕はこうやっていつも周回して遊んでますね。これも結構早いと思うんですよ、やっぱ。まあぜひね、こういう。まあ、メンバーで遊んでみるのもありじゃないかなと思っております。まあ、今回はですね、ちょっと新しい動画の撮り方と、まあ、ちょっと武将で遊んでみたって動画なんで、ぜひね、周回するときはやっぱ早い段階で、ですね、この今日をぜひね、使った方がいいかなと思いまして、この今日は周回向きです。で、皆さん動画で言ってますけども、実際使ってみるとね、この今日とその回ね、もうこの抜群ですね、早いっす。もうとにかく移動が。うん。で、倒すのも攻撃力もあるんで、まあ、ぜひこの今日で遊んでみたんでね、皆さんもゲットした際にはね、使っていただければと思います。まあ、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。